日常に潜むエンタメニュース、ゆるためちゃん。この番組は、ラジオ形式でケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは、プチ節約参戦ということでご紹介していきたいと思います。えー、なんかいきなり節約の話って思うかもしれないですけど、えー、最近、 4月5月のおすすめポッドキャストでご紹介した人生のヒントの、えー、ツイッターの方から、えー、ご連絡がありましてなんと紹介しているのが、えー、バレましてコメントをいただきました。ありがとうございます。で、なんか、なんだっけ、節約上級者ですよみたいなね、コメントをいただいたんですけど、えー、人生のヒントさんも、<laughs> 人生のヒントさんでいいのかな。えー、また、 ふるさと納税の後半の話が上がってくると思うので、また楽しみに。今年はね、少し早めにふるさと納税した方が、えー、お得だと思うので、私も近々ふるさと納税の話をアップしようかなとも思うんで、えー、またそちらも皆さん合わせて聞いてみては、聞いてみてください。というわけで、まあね、また新たなおすすめポッドキャストも節約の話はしてたかわかんないんですけど、まあ今日は、 え、ちょっと面白いことがあったので、そちらも踏まえて節約の、プチ節約のお話をご紹介したいと思います。えー、皆さんの近所にドラッグストアの、ここからファインがあるかどうかわかんないんですけど、今日私がたまたま、えー、何店かドラッグストアを回りまして、えー、なんか Apple Pay が使えるドラッグストアあるかなと思って、レジ前までちょっと商品を見てから見に行ったんですけど、 うんなんか使えるのか使えないのかよくわかんない店舗がまず1店舗目であって、えっと、レジの前に使える車内方法のシールみたいなのが貼ってあるじゃないですか。あれを見たら Apple Pay に載ってるんだけど、なんか隣のレジにはなんかシールで消しちゃって、なんかどっちだかはよくわかんなかったんで、店員さんに聞いたら使えないっていうことだったんで、 なんだろう、アップルペイ使えなくなっちゃったのかなと思って、あの、他のドラッグストアも見に行ったら、まあそもそもアップルペイ自体が、あの、選択肢になかったりとかして、最終たどり着いたのが、まあここからファインだったんですけど、まあここからファインは別になんか普段買っているドラッグストアに比べて、まあ値段も高くないかなっていうところと、まあアップルペイは、なんかそこが多分3店舗目多分1 店舗目もここからファインだったと思うんだけど、あの、ちょっと一回聞いて恥ずかしくなったんで、ちょっと別の店舗に行こうと思って、えー、行ってみたけど、まあ、どこも大体同じ値段で Apple Pay はなさそうだったので、まあ、道なりに歩いてたらまたここからファインが現れたので、ここからファインにただ入ったっていうだけなんですけど、まあ、その時に普通に欲しいものを、欲しいものを購入して、えー、 ま、仕方なくアップルペイはなかったので、楽天ペイで支払いをしたんですね。で、まあ、楽天ペイで支払うのはいいんだけど、ポイントが貯まるのは D ポイントですよっていうことで、まあ、D ポイントのアプリも入ってたので、まあ、アプリを出して、ま、楽天ペイで払ったわけなんですけど、ただ、その、ここからファインのアプリに今登録していただくと、 なんか初回クーポンで10%オフが使えますよっていうので、えー、見事に営業されまして、まあ、なんなら家にここからファインのなんか会員カードみたいなあるけどと思いながら、もう最近は全部アプリで、どんどんアプリ入れないといけなくてめんどくせえなっていう感じなんですけど、まあ、人も少ないし店員さんもご利用ししてくれるし、まあ私も時間があったので、アプリを、 投入して10%オフにしてもらったんですけど、なんかね、結構詳しく教えてくださって、あの、たまたま、その、まあ、初回限定クーポンみたいなのはよくある話かと思うんですけど、まあ、毎日クーポンが出ていますっていうね。え、毎日 <laughs> 普段の商品設定、価格設定どうなってんのって感じがするんですけど、 別にそんな高いっていう感じではなかったんですね。なんなら私の欲しかったものを買いに行ったものは、なんかキャンペーン中で少し安いというか、別に普段買ってるのと変わらないぐらいの値段だったと思うんですけど、そこからまあ10%オフになったんですね。で、それに加えてなぜか500ミリのほうじ茶がついてきて、あれ買ってないのになと思ったら、何それ、プレゼント、何無料ですかみたいな。<laughs> 感じで聞いたら、あ今、なんか、ついてきます、みたいな言われて、どういうシステムなんだろうとか思いながら、まあ、購入したんですけれども、毎日、クーポンが発行されていると。そして、確か、A、B、C 賞ぐらいまであって、プラス外れかなで、なんだろう。10 15%オフ、10%オフ、5%オフなのかなまあ、そのぐらいの賞があって、 たまたま確か10%オフが当たったんですね。で、毎日やってると、あの、いい賞が当たるタイミングが分かってきますとかね。あの、なぜか小さなコツを教えてくださいまして。あ、念のため紙のクーポンも付けときますねって言われて、紙のクーポンまでいただいちゃったわけなんですよ。というわけで、今までお近くにここからファイン、ここからファイン合ってるかな。 があったけど、あんまり言ってなかった方、えー、ぜひ、アプリをダウンロードして <laughs>、毎日クーポンに挑戦してみてはいかがでしょうか。あの、なんだろうな。なんだっけ、ウェルシアとかだと、20日だっけな。20日が、t ポイントもう v ポイントになったんだっけが、ポイ活で1.5倍分使えるみたいなのあると思うんですけど、 あんまり周りにウェルシアはなくて、なんかそのためだけにウェルシアに行くのもめんどくさいし、うーん、あんまり普段から使ってないんで、そこはあんまり使ってないんですけど、まあよく行く別の,あのローカルなお店が、まあよく日曜日とかに行くんですけど、まあその時にだいたい10%オフクーポン。なんかたまたま行こうかなと思ったら毎回10%オフクーポンが、 大体一日とか土日限定とかなんですけど、まあ週末に毎回出してるっていう可能性もあるんですけど、出てるので、まあその時に買いに行ったりとかするんですけど、ここからファインはなぜか毎日出てるそうで、で、なぜかお茶までくれたりするので、もしね、お,しお近くにあってまだあんまり行ったことがない方は、試してみるのもいいんじゃないでしょうか。っていうのが一つ。 そして二つ目、最近気づいたんですけど、まあスーパーに買い物に行って、あの商品を詰めるときに、あの、袋詰めするところに、の台に、ロール状のビニール袋ってあるじゃないですか。あれはなぜか無料でいただけますよね。あれを、まあお肉だとかお魚だとかお素材とか、入れて持って帰ったときに袋が余るじゃないですか。 そうしたら、なんかそれに生ゴミを捨てるときとかだったり、利用すると、無限ループで使えるなっていうのが最近の気づきだったんですけど、あの、たまたま今日 YouTube で、あの、なんか2チャンネルのまとめの、なんだろう、2チャンネルの節約スレッドまとめみたいなのがあって、食パンの袋でもそれができるぞって書いてたんですね。で 毎朝食パン食べてるので、ああ、そういう使い方もあるんだな、普通に捨ててたわ、と思って。なんか、ゴミのリサイクルっていうか、なんかいろんな意味でリサイクルというか,リいうか、リユースというかなんというかわかんないんですけど、意外と使える無駄のないゴミの捨て方になるんじゃないかなっていうふうに思いました。えもし自治体の、なんだろう、ルールに 問題なければ、あの、そういうのも使ってみてはいかがでしょうか。そして三つ目。結構スーパーというか食品系のお話、日用品と食品のお話が多くなっちゃうんですけど、え、普段、あの、油にオオリーブオイルを使ってまして、あの、ちょっとお高いんですけど、ちっちゃくて、 なんだろう、プッシュした分しか出ない入れ物のオリーブオイルを使ってるんですけど、エコボトルっていうのかなんていうのか、だから普通のボトル、油のボトル、おっきいやつを買うと、ドボドボ出るじゃないですか。なので、なんかそのちっちゃいエコボトルのやつと、なんかちょっとそれよりおっきめのボトルを買っても、なんかボトルの大きい方の方が、心なしか減りが早いっていうね。 だからなんかあんまり買うの嫌だな。もう出し方のさじ加減ではあると思うんですけど。けどなんかそのちっちゃいエコボトルのやつだと、まあやっぱり値段の割には、なんだろ、値段の割にえっと、ミリリットル単位あたりの価格がすごく割高になってしまうので、あの、併用して使おうかなと思っていた矢先 そのエコボトルの大きいバージョンを売っているのを発見したんですね。普段行かないスーパーだったんですけど、たまたま違う調味料をいろんなお店で探してて、9店舗ぐらい見たんですけど、9店舗中2店舗ぐらいしか、まあ、油のコーナー見てなかったっていうのもあるんですけど、まあ、気づかなくって、まあ最終2店舗近所のお店では置いてたんですけど、 なので普段あんまり行かないスーパーだったりとか、まあ自分の最寄りじゃなくても、なんかたまたま行った出酒のスーパーとか行ってみると、普段行かないスーパーの食材とかが置いてあって面白いし、なんならうん、まあそこがね、まあ職場の近くだったりして、まあよ、気軽に寄って帰れる場所であれば、なんかそっちで新しい発見があれば、 まあそちらの方が物が良かったりすると、今回のケースのように、大きいエコボトルのものが見つかったりして、そちらの方がミリリットル単位あたりの価格が安かったので、いいのを見つけてラッキーっていう感じだったんですけど、そういう発見もあるかもしれないので、たまには違うお店に足を箱伸ばしてみるのもいかがかなと。 思った次第でした。というわけで今回のプチ節約エピソード、えー、皆さんどのくらい実践されていたでしょうか、えー、今夜中の1時なんだけどなんでこんな睡眠時間を削ってポッドキャストを撮ってるんだろうと思いながら今やっているのでちょっとて時間にはするんですけど、えー、以前ねあのグイぐ,ぐい中国人 中国人、ぐいぐい来る中国人に道案内されたっていうね、話をポッドキャスト内でもしたんだけど、それをね、職場の中国人の人に、えー、話してみたら、私なら地元の人のふりして無視するってね、笑われちゃったんですけど、あの、っていう、ただの、うもう一個の裏エピソードでした。<laughs> <laughs> まあ、それ以上何も、あの、笑ってただけだったんで、特に大きな面白い反応なかったんですけど、無視すんだと思って、案内してやんないのかよと思っちゃいました。えー、というわけで、あの、最近、4月、5月のおすすめポッドキャストで、ポッドキャストでご紹介した、人生のヒントの本 方のポッドキャストさんに、えー、ハッシュタグだけつぶやいてたからかな。あの、ご紹介しているのがバレちゃいまして、バレちゃったっていうのは、あの、最近、ようやくまともにツイッターで、あの、ポッドキャストの更新情報のお知らせをしているんですが、その時にメンション付けしようかなと思ったんですが、えー、まだまだ、 古いものをご紹介してたので、えー、当分先になりそうだったんですけど、先に気づいていただきましてありがとうございました。えー、なんかね、こちらの、なんでしょう、えー、ポッドキャスト配信リレーミニで、人生のヒントさんの話を聞いて、なんか私もこんな、あの、節約エピソードがあり、 こん,こんな節約してますよみたいなのを紹介してたので、まあ今回のプチエピソードの話にも至ったっていうところがあるんですけど、えー、今はね、最新話ではなんだっけ、ふるさと納税の紹介もされてて、次後半が来ると思うので、えー、今年の、あれさっきもこの話したっけえー、っと、今年のふるさと納税はあの制度の改正がありまして、10月からまた少し、 お得度が下がるので、9月中にやるのがおすすめということで、えー、この番組でもまた、えー、3年連続なんだっけ、ふるさと納税のお話もしようと思いますので、えー、私はまた楽天でやるかなと思うんですけど、9月にやるんだったら9月のスーパーセールがあるので、そこでやろうかなと思っております。はい。 という感じなんですけど、えー、そのお二方というか、まあ、リリコさんの方がツイッターもやってるのか、どちらがやってるのかわかんないんですけど、あのー、誰がやってくれたかわかんないんですけど、なぜかスポティファイの、えー、ポッドキャストの方で、なんだっけ、レビューがついておりました。ありがとうございます。なんと、星5ついただきました。 えー、コメントは相変わらずなかったんですけど <laughs>。えー、このポッドキャスト番組、無言、無言レビュー、レビューワーが多発しておりまして、え、未だにコメントはいただ、いたことないんですけど、えー、欲をいただけただけでも十分嬉しいんですので、ありがとうございます。というわけで、このポッドキャストは毎週末1回更新を目安に年間50本更新をしております。えー、遅れた場合は、このように、 なんか、フリーダムな感じで投稿しておりますので、更新情報については、ツイッターで手動で、あの、速報をお届けしております。え、お聞きのポッドキャストアプリでフォローしていただくと、自動で通知が届きますので、え、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。ポッドキャストの応援方法については、ま、お聞きのアプリで、 ポッドキャストをフォローいただいたり、まあ、YouTube でも同時に配信しているので、まあ、そちらも合わせてチェックいただいたり、まあ、YouTube の方でもコメントをいただけるので、まあ、そちらでコメントをいただいたり、ちなみに YouTube の方は、ポッドキャストの内容以外もいろいろまた配信しているので、まあ、もし興味があればチェックしてみてください。そんなもんかな。というわけでまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうも、エステタイン。